はい、どうもこんばんは。つくば市在住26歳、高山ひろしでございます。恥ずかしい気持ちもゼロじゃない、10月ですね、18日ですかね、の放送の予告編を撮っていきたいと思います。斉大師さん、お願いします。なんか久しぶりだな。いや、久しぶりなんですよ、本当に。ねえ、ちょっと先週はね、ね、はい、先週はちょっとこう、ひろしがですね、まあ、不在ということで大佐一人でお任せしてしまいましたけれどもねえ、なんか安心するよ。そうですか、私の声を聞くといや僕聞きましたよ、あのラジオ、あの大佐一人会、もうずっとなんか喋ってたけど、うん、大丈夫だった？多分もしかしたらなんですけど、うん、緊張してました？バレた？緊張してるね、だって感じでしたよ。マジか。大勢、普段大勢の人の前でね、お話しする仕事の人なのにと思って。いや、だってメインパーソナリティ側に立ったの多分初めてじゃん。いや、初めてですね。意外とね、何話したらいいんだろうって全く考えてなかったからね、めっちゃね、そう。さあ何話そうみたいなのフル回転してたらめっちゃ焦ってたねえ。でもやっぱりこう留学っていうね、やっぱり夏休みちょうどこういろんな、もうぼちぼち海外とかも行けるようになってきたね。大志さんの留学エピソードみたいな回でしたけれども、ね、まあだいぶ熱い放送になったんじゃないですか ね、メッセージが強く。そうね、うん、俺も早速あの放送の後にまた別の国に行ってきてさ、うん、はいはいはい、で結構一人でバックパックしょって、うん、田舎のヨーロッパの方をぶらりと、うん、ちょっと1週間ぐらい歩いてたんだけどさ、ちょっとこれはその話もね本編で聞きたいところです ね、うん、あのラジオで話したことをやっぱラジオで話したおかげでね、ちょっと自分の中でも、うん、思い出して、うんうん、そう、はいはい、当時の記憶をね、なるほど、復活させていったからすっげえ楽しかったんだよね。そうですか。ちょっとじゃあ、まあ、あの引き続き大使さんの海外体験談ということでね、本編の方ではお送りしていきたいと思います。はい、26歳のひろしもよろしくお願いします。すげえ主張してんな。火曜日8時半からお送りしてます。はい、楽しみに。